若きウェルテルの悩み、初版ゲーテ・ウェルテル効果とは、マスメディアの報道に影響されて自殺が増える事象を指す。これを実証した社会学者、ディビット・フィリップスにより命名された。特に若年層が影響を受けやすいとされる。ウェルテルは、ゲーテ著の若きウェルテルの悩みに由来する。本作の主人公、ウェルテルは、最終的に自殺をするが、 これに影響された若者たちが、彼と同じ方法で自殺した事象を起源とする。なお、これが原因となり、いくつかの国家でこの本は、発禁処分となった。ただし、実在の人物のみならず、小説などによるフィクションの自殺も、ウェルテル効果を起こすか否かについては小説分かれている。精神科医のジェローム・モットは1967年、 自殺報道の影響で自殺が増えるという仮説を確かめるため、新聞のストライキがあった期間に自殺率が減少するかどうかを調べたが、この仮説はデトロイトでしか証明されなかった上、調査手法における様々な問題点が指摘された。その後、社会学者のデイビッド・フィリップスが1974年、ニューヨーク・タイムズの一面に掲載された自殺と、 1947年から1967年までの全米の月間自殺統計を比較することで報道の自殺率に対する影響を証明し、これをウェルテル効果と名付けた。フィリップスの調査は自殺率は報道の後に上がり、その前には上がっていない。自殺が大きく報道されればされるほど自殺率が上がる。自殺の記事が手に入りやすい地域ほど自殺率が上がる。 等であり、これらは報道が自殺率へ影響を与えることの証明とされた。この理論はその後1984年に行われたイラ、ワッサーマンをはじめとした複数の追試によっても正しいとされた。またフィリップスはテレビにおける自殺報道にも同様の効果があるとしている。その後、報道が影響を与えるのは自殺率そのものではなく、 検視官が自殺と判断するか否かである、との説も提示されたが、フィリップスはこれに対して、検視官の判断により自殺者数が増えるのであれば、その増加分だけ事故死や殺人などの、自殺以外の死亡者数が報道後に減少するはずだが、統計上そうはなっていない、と反省している。また、自殺者は、報道があってもなくてもいずれ自殺した、報道は単にその、 実行時期を早めたに過ぎないのではないか、との意見に対し、フィリップスは仮にそうだとすれば報道直後に自殺数が増えた分、それ以降は数が減ってなければならないはずだが、統計上はそのようになっていない、と反省している。玄読、共放年間に活躍した劇作家、近松門左衛門は、当時発生した事件をもとにした、曽根崎新中、メイドの飛脚、 新獣天猛島など、後に世話物と言われる新獣浄瑠璃の台本を発表し、同時期に機械音も続いた。ところが、これに触発されて新獣が流行したと言われ、教皇八年、幕府は新獣物の上演を一切禁止した。新聞報道が未発達な当時、実在した事件に転居した演劇の効果は、現代のテレビニュース番組などにおける、 再現ビデオ並みに高く、一種のエルテル効果に近い、現象と言われる。1903年、第一高校の生徒、藤村美沙夫が、人生は不可解であるという遺書を残し、ケゴン滝へ飛び降り自殺した。この事件が新聞で大きく取り上げられた結果、これを真似たかのような事例が続出し、社会問題になった。1933年に、実践女学校に通う、 女学生が三原山加工へ投身自殺し、報道後、この年だけで129人が三原山で投身自殺した。1948年、小説家の太宰治が玉川上水で受水自殺したが多くの後続者を出したとされる。1970年、小説家の三島幸夫が三島事件で滑腹自殺したが多くの後続者を出したとされる。 1986年にアイドル歌手の岡田由紀子が18歳で飛び降り、自殺すると30名余りの青少年が後を追うように自殺し、そのほとんどが岡田と同様に高所から飛び降りて自殺した。この影響はほぼ1年続き、1986年はその前後の年に比べて青少年の自殺が3割増加し、国会の衆議院文教委員会で枝さつきが この件を取り上げるまでに至る。これがいわゆる、ゆっこシンドロームである。1992年、シンガーソングライターの尾崎豊が、排水種で死亡した。この死に関しては現在でも、自己説、自殺説、他殺説、薬物中毒説など諸説あるが、当時の報道では自殺とする者が大勢を占め、ファンの後追いと見られる自殺が急増した。1998年、 ビジュアル系、ロックバンド XJAPAN のハイドが自宅で救世した、県が自殺だったと報道されると、ファンの後追いと見られる自殺が急増した。結果、警視庁の要請により、ヨシキをはじめとした XJAPAN のメンバーが、自殺を思いとどまるように呼びかける、記者会見を開くという社会問題にまで発展した。2011年5月の自殺者、 特に20代から30代の女性のそれが13日から急増。自殺対策支援センターライフリンク代表で内閣不参与の清水康幸は考えられる要因は5月12日に起きたある有名女性タレントの自殺というかその自殺報道だと指摘した。2020年7月から9月に俳優の三浦春馬、女優の足名性、女優の竹内優子が 相次いで自殺したが、いずれも自宅のクローゼットで首をつっている。これらを受けて、厚生労働省は同年9月、報道関係者に向けて、著名人の自殺に関する報道にあたっての、お願いと題する書面により3度にわたって、注意喚起した。ウィーンの地下鉄では未遂を含め年1、2件程度だった自殺が1984年頃から急増し、 ピーク時には未遂を含め年20件程度まで増え、これは自殺報道に起因するものとされた。1987年に精神保健の専門家が自殺報道の方法を定めたガイドラインを策定し、大新聞がこれに従うと自殺数は急減し、再び年1、2件程度にまで下がった。インターネットの普及政策が早期であった韓国では、既存マスコミの記事、 情報よりインターネット上の情報を上位に見る傾向があるとされる。2007年に起きたユニーの自殺原因を講師とするインターネット上における中傷が深刻な社会問題にもなった。韓国自殺予防協会は俳優アン・ジェファンの死亡事件によるウェルテル効果を懸念し各メディアに対してメディア報道勧告基準を送り影響を最小限に抑えようとした。 これによりマスコミは本件を通常より控えめに報道したとされるが、同年5月25日の川田亜子の連単自殺と比較して報道したケースもあった。アン・ジェファンの自殺以降、インターネットには誹謗、中傷が相次ぎ書き込まれ、彼の借金について様々な憶測が飛び交い、女優チェジンシルがその借金の半分以上を貸し出していた。 などという虚偽の風説があるふされるまでに至った。その後も噂が噂を生むといった悪循環の結果、同年10月2日にチェが自殺した。チェの自殺は韓国社会に衝撃を与え、政府、与党はチェジンシルポーことサイバー侮辱罪の立法化を掲げ、野党と激しい攻防を繰り返した。その後もマスコミはチェの交友関係などを次々と報道、 10月3日には個人と同様の方法で自殺が相次いでいると報道した。インターネット上の誹謗中傷は他の芸能人にも波及し、新たな自殺者をも生んだ。10月3日にはチャンチェウォンが、10月6日にはキムジフが自殺している。ウェルテル効果は、ただ後追いをするだけでなく、その事例自体を模倣する点が特徴であるとされる。 若きはエルテルの悩みに起因したとされた事例では、その後の自殺者は、褐色の長靴と黄色のベースと青色のジャケットという小説上に記載された衣装を着用し、彼同様、ピストル自殺を行ったとされる。岡田幸子、ハイドの事例においても、後遺者は対象者の選んだ自殺方法などをなぞらえる傾向にあったとされる。ありがとうございます。